塩城市は中華人民共和国チャンス省の北部から中部にかけての航海沿いに位置する地球市。面積は14,562平方キロメートルでチャンス省第1位。人口は780万人でチャンス省第2位。塩城市はチャンス省東北部の海岸部に位置し、航海に面する。 浜海平原とその内陸部の窪地にあたる里下川平原が広がっている。海岸沿いには広い砂浜や干潟が広がり、野鳥や魚介類の重要な生育地となっている。北はレンクもこし、西はワイアン市と洋州市、南は大州市と南通市に接する。気候は亜熱帯湿潤気候に属する。 年間降水量1 0 6 0ト、mm、ル、年平均気温摂氏14.2度。塩城市の総面積は17000平方キロメートルと、将来最大であるが、その内河川や、湖沼の面積は1300平方キロメートル以上に及ぶ。また日型の面積は4550平方キロメートルで、満潮線より、上の頂上帯に属する部分は1677。 平方キロメートル、満潮線から環潮線の間の長艦隊は1610平方キロメートルに達する。東大、大砲、車用、浜海、響き水など塩城市に属する沿海部の県や市では1300平方キロメートル以上の干潟の開発が進められ、斜陽側の川口より南の海岸では年々干拓地や埋め立て地が海に向かって伸びている。 石油や天然ガス資源も豊富で、石油や天然ガスの埋蔵量は800億立方メートル予想される、埋蔵量は2000億立方 M とも言われ、中国東部沿海地区でも最大のガス殿になると期待される。また、近海の公海にも10万平方キロメートルに及ぶ海底ガス殿が広がっている。塩城市には公海海岸に沿って広大な塩上自然保護区があり、 中国でも最大の海岸帯保護区となっており、1992年にはユネスコの人間と生物圏計画に基づき生物圏保護区に指定された。1996年には北東アジア地域ツル類重要生息地ネットワークに、1999年には東アジアオーストラリア地域市チドリ類重要生息地ネットワークに加盟し、2002年1月には ラムサール条約登録地となった。タンチョウ、ズグロカモメなどの鳥類やキバノロなどの哺乳類の重要な生息地で、特にタンチョウは、毎冬、千あ余りが越冬のため飛来し、世界最大級の越冬地となっている。塩城市域内の大砲市には大砲、大鹿し鹿かしか自然保護区があり、シフゾウの生息地として自然保護区に指定され、 広大な面積に住む大鹿鹿じかの数は、世界でも最大級である。塩城付近は、周以前は淳恵比寿の住む土地であり、周代には、青州に、春秋時代には、呉に、戦国時代には諏訪に属していた。新代には、軍権制導入の結果東海軍に属した。前漢の初期には、斜陽港、龍馬といが封じられ、漢の武帝の元首4年に、 塩特権が置かれた。これが塩城に県が置かれた最初である。三国時代には義の一部となり、県制度は廃止されたが、精神が県制を復活させた。当進の義広七年に塩条件と改められ、今日の塩城の名の始まりとなった。南北朝では塩城軍となっている。隋の初期には塩条件となったが、隋末期に伊東流が塩に本拠を置きを称し、 新案件と安楽県に分割した。党に入ると使用条件が復活し、宋代には、蘇州に、現代には、ワイアンロに、秋世には、ワイアン府に属した。新の初期には、江南省の一部となったが、後期六年に、チャンスー省の一部となった。中華民国初期は、チャンス省第重行政正しさつ区の一部となり、1946年には一時、幼鳥市と改名されたが、 後に、元の塩条件に戻された。塩条件以外の件は、新の養精9年に、お金意見が、県立33年に、東大県が、日中戦争時に、台北県、塩東県、岡東県、県陽県が建てられている。1966年には新たに響き水県が誕生した。百八十三年には、塩条件が廃止され、新たに、 使用上司となり、その下に白区、工区と、響水県、浜海県、岡根県、社用県、県庫県、大宝県、東大県の7県が置かれた。1987年には前後して、東大県と大宝県が市となり、1996年には工区が廃止され、塩都県となった。2004年には、白区が、貧国に、塩都県が、 塩徳に改められた。三四かつく、一研究、市五県を管轄下に置く。祖北業食炎上、千区チャンス省炎上築地を上市空港鉄道道路港湾米、麦、綿花が主な農産物であり、綿花と炭水魚及び養産の中国でも重要な産地である。工業は、軽防石、電子、機械、化学工業、食品、 建材などが盛んで、特に、ツバメマイハイブランドの電気製品は、テレビ広告などで全国的に知られていた。現在は、有森通る川靴、越立、記者、中大集団などの大企業が立地する。2003年の全国総合実力100強、都市ランキングでは83位で、2004年には75位であった。現在23位である。塩城は、 五冠末期の検定の時代の優れた文人である、県安七子の、一人賃金、南北朝時代の名誉、女道土、寝代の治水化、共同律、その他、秋代、寝代には、詩人の後吉典や孫玉、書法家の早操、書家の一万嵐、客の前で講談を演じる、教書の創始者、柳慶定などの文人や学者が輩出されている。現代の有名な文人である、 古郷牧、外交官の共感家の古郷でもある。献古剣では、雑儀が盛んで、百儀は、東大に最盛期を迎えており、喜び豊か十八、段もあり、中国の雑儀発祥地の三個半の一つとされる。秋を中央には、東大剣、安豊かの人である、大牛虎が思想家として、名をなし、その大衆学派は中国に大きな影響を与えた。 中国史大小説の一つ、水古伝の作者、世代案は、大宝剣、八九の人であった。塩城には、東大に建てられた、永遠安自然寺や、南宋の上将、陸秀夫を祀る、指導、民末の著名な書法家、曹操の故郷などの旧跡がある。塩城自然保護区塩城自然保護区。ありがとうございます。